はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをしていくという内容になっていますで、普段ご紹介することが多いのは、まあ、ビジネス書でであったり一般教養についいての本が多いですでその他には習慣化継続化についての本であったり、まあ、心理学やメンタルについての本もご紹介をしています 最近ではお金とか投資、資産形成についても勉強を始めてまして、そういった本もご紹介することが多いです。もし興味を持っていただけるようであれば、チャンネルページに再生リストが作ってありますので、ぜひそちらからご覧いただければと思います。もし気に入っていただければ、チャンネル登録およびグッドボタンをぜひよろしくお願いします。 でまた、どんな本を読んでほしいかとか、えーまあ、この本が読んでほしいという具体的なご要望がありましたら、コメント欄にコメントいただければ、あのいつか読めると思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。はい、で今日は、えー、こちらの「すべてはモテるためである」というタイトルの本をご紹介したいと思います。でえー、とこの本はですね、ずいぶん前、私がまあもう少し若かった頃に、えー、知人からお勧めされて購入した本になります。 でえーとまあ、内容はです、ね、この著者の、えー、と二村ひとしさんかな、えーですね、という方は、えーとまあ、アダルトビデオの監督をやられている方だそうなんですけれども、えーとまあ、そういった背景もあって、まあ、タイトル通りですねそりモテるというところに着目した内容になっています。 でなんですけれども、まあ、ちょっと私自身もですねもう結婚して子供がいるということもありますし、まあ、年齢が少し、えーまあ、これを買った当初よりはいっているということもあって、まあ、そのモテるということをもう少し、まあ、幅広い視点で今回読ませていただきましたで一点、まあ、あの非常に印象的だったコメントについてご紹介をしたいと思いますで、まあ、実はちょっとアマゾンのレビューなんかも少し見てみたんですけれどもやはり多くの方は、えー、とこの点についてコメントをしていました でこの本の、まあ、結構最初の方にですね、えーとその「モテるために」っていうタイトルになっている割にもうこういうそのモテるための本を読んでる時点で気持ち悪いいんですすあなたはという言葉が出てきますで、まあ、これである種まあ衝撃を受けるんですけれども、えーとまあ、つまりはそのこういう本から何かを学んでモテるようになるというふうに考えている時点でモテませんよということが書かれています。 でえーとまあ、こういったコメントの衝撃を受けつつですね読み進めていくと、まあ、具体的にじゃあその女性にモテるっていうのはどういうことであるのかまたそういう状態になるために、まあ、どういうプロセスを経ていく必要があるのかということがまあ書かれています。でえーとまあ、先にも言いましたけれども基本的にはそのモテるということが、まあ、本当に女性に、まあ、まさにモテると。 あのまあ、男性が書いているので、まあ、男性が女性にモテるということが、えー、まあ主眼になっているんですけれども、まあ、私はですね今読んでみるとこれは必ずしもその男女間の関係だけではなくて、まあ、男同士とかまた女性同士の、えー、まあモテる人間としての魅力という意味でのモテるというところにも通ずるものがあるんじゃないかなということをまあ感じながら読みました。 でまあ、どういうことかっていうと、まあ、あのこの本の中で持てるポイントとしてはやっぱ相手の立場になって考えることが重要ですということが書かれているんですけれどもこれはやっぱりその人間として男と男として話をする時女と女として話をする時でも、まあ、非常に重要なポイントなんじゃないかなというふうに思います。 でまあ、場合によってはです、ね、そのモテるというところがもう男女間のモテるにしか適用できないようなまあ考え方やテクニックというのもまあ多く紹介されてるんですけれども、まあ、それ以外にもです、ね、その人間としてこう考えたくないんだけれども、まあ、考えてみると、えー、まあここを直さなければ人に好かれることはないよなといったようなところについてもまあ踏み込んで、えー まあこうすべきだというようなアドバイスっていうのがまあたくさん書かれていますので、あの必ずしもその男女間の恋愛に悩んでいる人だけではなくて、まあ、人としてまあどういったせいで相手に接するとまあモテるのかとまあ、そういうことを考えている人にとってえー、ま1度読んでみると面白い本なんじゃないかなというふうに思います。で、えっ、ー、と値段自体も667円と。と この文庫サイズで非常に薄い本になってますのであの、まあ、ちょっとタイトルとかあの表紙がこんなんなので少しまあ買いにくい部分もあるかもしれませんけれども、まあ、読んでみるとちょっと面白い本かなというのをまあちょっと久々に感じながら読ませていただきました、はい、もしよろしければあの動画の説明欄にですね Amazon のリンク貼ってありますので、まあ、そちらから買っていただいてもいいかなと思います、はい、今日は以上ですもしよろしければチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします